横浜市営バス鶴見営業所。横浜市営バス鶴見営業所は、神奈川県横浜市鶴見区生麦1-3-1に、所在する横浜市交通局自動車部の路線バス営業所である。第一京浜国道15号沿いに位置し、最寄り駅は京急線生麦駅、最寄りバス停留所は生麦である。敷地内には、市営生麦住宅が並存しており、 営業所事務室や車庫スペースは、当建築物の1.2階部分に収まる作りとなっている。横浜市営、バス路線網の内主に、鶴見区、一部は、川崎市を発着する路線の運行を担当している。横浜市外からの交通機関であった横浜市電は、生麦を終点としており、国策によって、大規模な発展を遂げていた京浜工業地帯の一部であった。 鶴見区沿岸部とそれに伴い発展していた住宅地、商業地交通機関はバスが担うこととなった。1931年には、下末吉池の下鶴見駅にしぐちた坂、生麦線。1932年には、生麦鶴見駅市場堀の内引く東、牛尾田塩田小学校栄町三丁目巡観牛尾田巡環線が開されている。いずれも、 当時市内交通の中心であった資源集店の生麦を発着している点が特筆される。鶴見と横浜市街を直接結ぶ路線を開設するに、あたり1931年12月15日に生麦市内線の路線免許が市電機局に生麦横浜市分会までが京浜電鉄、現京浜急行電鉄に同時に許可されたが、 これについて2日後の12月17日に神奈川県知事から横浜市長宛に通達が出されており、その内容は、京浜連絡交通関係上しない中枢地点への乗り入りはぜひとも必要と認められるに不快者と協議を、トゲが実現に努む無別しという京浜電鉄バス路線の横浜市外直通運行を認めよとの命令に近いものであり、これを受けて、 市内交通の公営一元化を目指す横浜市であるが、国区肉の策として、同区間を市営バス路線としながらも京浜電鉄に運行を委託し実質的に、当該車バス路線の市内直通運行を手伝う形で、翌年9月30日に運行を開始している。1935年9月末の委託契約満了時には、市営バスとして運行する旨を会社側と、 接衝しているがまとまらず、結局この委託運行は、京浜電鉄が大東急となった戦後まで続いた。同年6月には、松野工事が経営していた、鶴見乗り合い自動車営業路線は、鶴見駅牛尾田巡査駐在所牛尾田、運河橋間 2.2km と鶴見駅、末広町牛尾田安全長間 4.0km を6万2千円で買収。 市営バス路線として運営することが司会で決議され、同年7月に、鶴見駅京浜鶴見駅牛尾田銀座、大東町、関西マイナス安須前町線として新たに開設されている。その後も鶴見区内の市営バス運行は活況を停止しており、1936年には、本業の鉄道事業が好調なことから一部路線の休止などが出ていた鶴見林行鉄道の 乗り合い自動車事業、現、川崎鶴見臨港バスの鶴志氏が、谷間路線を均一運賃などによる市民利便の検知から買収する機運となった。12月には、同会社と仮契約を締結しているが、その後司会において、審議は留保とされており、実現には至らなかった。このように、民営会社と競合しながら、路線網を拡張していった、横浜市営バスは、 桜木町車庫、1933年3月廃止、浅間町車庫に次ぐ、第3の車庫として、車両修理工場を要す鶴見車庫を1937年12月27日開設、翌年1月16日に営業を開始した。1940年11月発行の横浜市、電気局事業史には、鶴見神奈川方面の工業的発展とともに、交通量も、 急激なる増大をきたし、これに応ずべき、交通機関としての乗り合い自動車の円滑なる運輸を期するためには、この方面に車庫を新設するの必要があり、昭和13年、鶴見区大国庁に鶴見車庫を設置したとある。1941年には、軍事上の要請から現在は、生麦地区センターとなっている道区生麦4丁目に移転している。 なお、1940年3月末現在の鶴見車庫所属路線は以下の通りである。日本が太平洋戦争に突入していく中燃料や資材の統制による不足から多くの路線が徐々に休止されていったが、軍事工場への労働者輸送を担う当社古所管路線は規模を縮小しながらも優先的に車され、 横浜大空襲直前にあたる1945年5月の運行系東図では6路線中4路線が当地区の運行となっている。資材不足の中1944年12月26日には市電が生麦から鶴見に延伸されていることからも遠くの交通需要の勢いを伺える。横浜大空襲があった1945年5月29日には 鶴見営業所は40台の車両を運行していたが、浅間町営業所と比べれば被害は少なく、6月1日から鶴見駅西口末吉橋間、10月1日には鶴見駅西口生麦間の運転を再開、後に末吉橋まで延伸している。車両は、戦時下か,からのガソリンカーや木炭バスに加え、1946年8月14日からは、 電気局技術人自作の電気バスとバッリィ充電設備が完成し順次運用された。電気バスの1回の充電での航続距離は 10km 程度であったという。木炭バスは1948年まで、電気バスは1950年8月まで、ガソリンカーは1952年まで走り続けた。その後の特徴的な車両としては、 輸送力強化のために外国朝鮮に投入された日野自動車製、トレーラーバスなどがある。戦後、京浜工業地帯の発展と住宅地の内陸部への拡大により増大していった通勤需要に応えるべく、鶴見地区の市営バスは輸送力の増強を続けた。市電の生麦社湖に併設する形で、バス鶴見営業所の詰め所が設けられ、1 9 5五年六月十五日に、 発出所へ、1965年4月19日には、出張所に格上げされている。資源車庫廃止から約7年後の1973年5月12日に、出張所から生麦営業所として独立した。これが、現在の鶴見営業所である。これからしばらくは、鶴見、生麦の2所が700メートルほどの近距離間にて立地する状況が続いたが、 1981年5月5日に、鶴見営業所が、港北区豆戸町に機能移転した上で、港北営業所に解消され、生麦営業所が鶴見営業所に解消されて、現在に至る。1981年9月25日発行の横浜市交通局法には、所管区域との関係で立地上問題があり、施設も老朽化した鶴見営業所を廃止し、 広北区マメド町に広北営業所を新設して内陸部の輸送力強化と車両用の効率化を図った。とある。1977年度には市建築局との空中圏の取引により、車庫敷地内に市営生麦住宅が建設された。これについては横浜市営バス営業所の項を参照されたい。2008年5月25日より、 当営業所所管路線において、パスもサービスの共用を開始した。2007年3月に、浅間町営業所所管路線で導入されてから約1年遅れての導入であった。この節では、現行の鶴見営業所が所管する系統について、記述するが、現在の当営業所の期限にあたる旧、鶴見営業所生麦発出所時代からの生麦、営業所と旧、 鶴見営業所の所管系統分担については、資料でも曖昧な点が多いため省略とする。七系統は、横浜駅川崎駅西口の約十一キロメートルを第二京浜国道一号線経由で結ぶ系統で、路線名称は川崎線とされている。横浜駅では、祖家の東口バスターミナルより発着しており、川崎駅では西口ミューザ川崎前バスターミナルを、 発着する。日中の運行便は、最西海横浜市東部病院経由とされており、東部病院付近では、第二景品よりそれた後一方循環で、病院構内に乗り入れる道を取る。なお、朝日台東部病院川崎駅西口間は、臨港バス側50系統と、同経路を運行。また昭和40年代までは、東京急行電鉄、東急バスの横浜線。 五反田駅横浜駅が、ほぼ全区間にあたる青木橋と道しりての間で、並走していたが、東急、臨港バスのどちらとも、定期券、回数券等を共通乗車の設定、取扱いは一度も行われていない。当系統は、横浜市営バスの路線で唯一川崎市内、かつ、川崎駅に乗り入れる系統であり、川崎市内区間である、国道しりし川崎駅西口間の乗車では、 現金210円、IC カード206円の川崎市内運賃が適用される。29系統は、横浜駅マイナスグーの下妻、横浜方面行きは、横浜駅三つ引き道間を7系統と、同経路を運行し、宮の下鶴見駅間は13系統と同じく、末吉大通りを運行する7系統の、支線系統である。路線名称は、鶴見線とされている。 7.29両系統を合わせて、終日毎時4から5便程度の運行頻度とされている。一時期大口通商店街との提携により、実施されていたお買い物バス制度は、午前10時から午後4時までの適用時間帯の対象路線乗車時に乗務員からチケットを受け取ることにより、商店街各店舗での割引店頭と袋のバス乗車無料特典を受けることができるサービスであり、 東7.29系統と31系統、291系統が対象路線となっていた。鶴見駅東口より、末吉回りで東急東横線、津波島駅へ至る、東営業所の基幹系統の一つである。系統名称は津島線であるが、旅客案内ではほとんど使用されない。一の瀬で折り返す便は半数であり、一の瀬より、 さきの津波島街道を経由して、新横浜駅へ至る便が、毎時1本程度運行される。平日朝には一部停留所を通過運行する320系統が運行される。平日土曜には深夜バスが運行されており、この深夜バスの書類上の系統番号は365系統とされている。155系統は、再生回横浜市東部病院へのアクセス路線であり、 東武病院付近では、第二景品よりそれた後一方循環で、病院構内に乗り入れる経路を取る。155系統は大部分の運行が循環便であるが、朝には鶴見駅から東武病院まで、夕方は東武病院より運行を始める、区間便も運行される。13系統は、広北営業所との共感系統であるが、広北営業所担当便の割合は少ない。 鶴見駅末吉橋、臨港、末吉橋に沈め間では、臨港バスする11系統、末吉橋、綱島駅間は、同下は51系統が、同区間を運行しており、綱島駅では、同一乗り場にて発着をしているが、共通定期券の設定はない。なお、鶴見駅と綱島駅を結ぶバスの本数は東系統よりも、川崎鶴見臨港バスする03系統。 鶴見綱なしません。こちらは、鶴見駅西口発着の方が多い。2010年年末年始の終夜運行では、鶴見駅ではなく7系統が運行する、川崎駅西口を発着し、三地道新横浜駅間を13系統をいいと、同区間を運行する特別13系統が臨時運行された。2011.2012年年末年始の終夜運行では、 横浜アリーナでの年越しライブ後の輸送に特化し、新横浜駅川崎駅西口間を横浜アリーナ前停留所のみ、停車の急行運行をする臨時便が運行された。鶴見駅東口を発着し、鶴見の中心街地域を循環する主要系統である。内回りの本町通循環と外回りの向井町循環がある。ほぼ全便が鶴見駅へ戻ってくる。 循環便となっているが、平日、土曜の向井町一丁目先回りの最終便は、大東町とまりとされている。毎年6月に、牛尾田神社にて祭礼が開催される際には潮、鶴橋通経湯気の迂回運行が行われており、迂回運行時の行き先表示の準備もされている。鶴見駅東口を発着し、鶴見地区の北側を循環する系統である。路線名称は、 平安町線とされている。平安町一丁目先回り循環便が主体の運行であり、向井町一丁目先回りは平日朝のみ運行されている。臨港バスの川三重系統などと同経路を経由する足湖橋循環も平日の未数便運行されている。鶴見駅市場生麦の運行が当系統計等のルーツであったが旅客動向の変化により、 徐々に循環便の便数が増えてき生麦発着便は廃止となった。17系統は鶴見駅東口と大国府島を結ぶ系統である。路線名称は大国町線とされている。大国府島内では L8 バース方面と流通センター、大国海釣り公園方面の2つの循環ルートとベイブリッジの展望観光施設であったスカイウォークに立ち寄る折り返しルートがあり。 その他にも明人前引く、大国不当間を通過する急行運転など、曜日、運行時間帯により異なる、区間便が運行されていい。区間便の運行形態は概ね下記の通りである。港湾地区への通勤路線でありラッシュ時の往路は、混雑するものの折り返しの袋は、乗客が少なくなる採算性の低い系統であるが、等系統と109系統のバスが、 大国不当への唯一の交通機関であることか、横浜市道路局の横浜市生活交通バス路線維持制度による補助金を受けて運行が維持されている。2006年12月に示された路線再編計画によると等系統を廃止し19系統を延伸することで大国不当への通便を確保する予定であったが、これは撤回され、大国不当方面の路線は17系統を 急行便に変更した上で、若干減便、横浜佐藤のふるさと発着便を181、系統として分離し増便することとなった。181系統は17系統の、内大国府とお手前の横浜佐藤のふるさと、にて折り返す便を分離し新設された系統である。ラッシュ時に急行運行される17系統に対し、当系統は、 終日確定便の運行とされており、利用客の遠近分離と効率化が図られているものと考えられる。横浜佐藤のふるさとは、太平洋政党が運営する佐藤、工場見学施設の名であったが、2004年5月20日をもって、同施設が閉鎖された後停留署名は存続している。鶴見駅方面行き便は、 新港駅前停留所に停車しないことから往路と袋で異なる固系統記号が設けられている。両系統ともに港湾地区の工場、物流施設への通勤輸送路線であるため、朝夕と日中の運行便数が大きく異なる。鶴見川東側の横浜市鶴見区域内の境外な路地を縫うように運行し、鶴見駅東口と JR 南部線や港駅間を結ぶ系統であり、 全便が中型車により運行される。路線名称は矢吹き線とされている。終日30から40分間隔の運行であるが、出入庫の一部便が生麦発着とされている。尻出付近では一方通行路を運行することから、往路、袋で浮きの異なる経路を取る。矢吹き駅方向の便は尻出付近でわずかに川崎市幸区を走行し、 チリデ駅前バス停も川崎市側に設置されている。不採算路線であり、廃止が予定されていった2007年度からは、横浜市道路局から横浜市生活港バス、路線維持制度による補助金を受け運行が継続されている。新小安駅より港湾部の工業地帯へ運行する、通勤輸送路線である。路線名称は新小安線とされている。JR 線。 第一景品などをまたぐ、高架橋より、新小安駅前へは、道路辺方面からしか進入できないことか、新小安駅付近では便により異なる経路を取る。明人前から、宝町新小安駅間の通勤輸送に重きを置いたダイヤになっており、区間便の運行は概ね下記の通りである。2006年12月に示された路線再編計画では、東計等の新港駅、 明神前から鶴見駅間を廃止し17系統と統合を、大国府島方面へ延伸する予定であったが、この時点では撤回され、運行回数の減便にとどまった。2013年3月30日の路線再編では、日中から夕方にかけて運行していた、東系統の鶴見駅発着便が廃止となり、宝町巡環線及び生麦発着便のみの運行となった。 東京統の鶴見駅発着便は、廃止時点では平日のみの運行となっていた。鶴見駅東口より15系統循環ルートの内側にあたる牛尾田、中津地区を経由し公安部の昭和シェル石油、米軍鶴見輸送所付近の安全庁へ至る、系統である。袋と往路で、牛尾田、中津地区内の経路が異なっている。終日20から30分間隔で運行されており、 横浜市道路局による横浜市生活交通バス路線維持制度による補助対象路線とされているが近年の補助額はゼロ円となっており収支はほぼ均衡しているものと考えられる2014年3月29日のダイヤ改正より安全調発の便のみ経路変更が行われ入選協経由から塩入町2丁目経由に経路が変更となったまた 9時 -16、59の間に、安全庁を発射する便は、関西潮入り町2丁目鶴見中央4丁目間を、本町通り1丁目経由、それ以外の便は塩、鶴橋通経由で運行している。横浜市中央卸売市場前を経由して、横浜駅東口と再開発により建設された、高層マンションが立ち並ぶコットンハーバー地区を結ぶ、短距離系統である。 路線名称は、中央市場線とされている。横浜駅付近では、コットンハーバー方面の便は、港未来大橋を、横浜方面の便は、青木通行車点を経由して運行されるが、早朝の一部便のみ、コットンハーバー方面の便も、青木通行車点を経由して運される。中央市場、星野町公園前館は会場をまたぐ自動車、専用道路である、 コットン大橋を運行しており、港未来地区やベイブリッジ方面への眺望の良さから、冬季限定で設定されたユーランバス、ベイサイドインや軽コースの運行ルートともなった。中央市場発着であった横浜市電7系統を受け継ぎ長らく中央市場へのアクセスに徹した系統であったが、コットンハーバー地区の再開発により、第一京頻道経由の同地区直行便が新設された後、 コットン大橋の開通により現在の運行形態となった。2013年3月30日の路線再編で、当系統は循環線化されると同時に、平日朝に2便のみ、東神奈川駅発着便が新設される。東神奈川駅発着便は、同日の路線再編で廃止された46系統の経路のうち東神奈川線若町2丁目間を走行する。 循環路線化後、コットンハーバーの折り返し所は閉鎖となっている。横浜駅東口と生麦、鶴見営業所の間を第一京浜国道経由で運行する7.2948系統の出入庫、系統である。路線名称は生麦線とされている。横浜市電の代替系統として開設されたが徐々に減便が進み、現在では平日、土曜日に、 数便のみ運行されている。2007年の路線再編までは24系統扱いの横浜駅西口発着便が運行されていた。またかつては新小安より19系統と同ルートで生麦へ至る宝町系郵便も設定されていた。鶴見駅東口とワイルドブルー横浜の跡地に立地する大型マンション、横浜アイランドガーデンを結ぶ路線である。 横浜アイランドガーデンを発着する路線は他に、足ほ橋経由で、鶴見駅口へ運行する、臨港バスする09系統と川崎駅東口へ運行する同川は29系統がある。新小安駅西口から大口駅、西寺尾地区を循環して、新小安駅西口に至る一方向を循環路線である。京愛路を運行するため、中型車両で運行される。 雨天時の朝には、臨時増発便が運行されており、この雨の日臨時便は、旅客案内上は213系統であり、同一区間の運行でありながら、書類上では337系統という、別番号が付与されている。詳細については、横浜市営バスの日臨時便の項を参照されたい。この項では便宜上、旧、鶴見営業所の所管であった。 廃止系統についても記載する。停留署名は廃止または遺憾当時のものを表記する。現在も、当営業所が所管している系統の変更。廃止については、所管路線の項を参照のこと。2013年3月30日の路線再編に伴い、3月29日の運行をもって廃止された。これにより、水保岸壁に乗り入れる路線バスは消滅された。 在籍車両の大半は一般路線用の大型短弱車である。その他、17.181系統などに用いられる大型長弱車、貸し切り輸送用の大型標準尺車、18.213系統などに用いられる中型車が在籍している。すべてノンステップバスとなっている。横浜市営バスでは2004年の入札制度導入まで、 各営業所ごとに導入車両メーカーの指定があり、鶴見営業所は、いすず自動車製車両の配置が慣例となっていた。現在でも、このいすず自動車製車両と、同社の OEM 供給による、日野自動車製車両が大半を占めている。現在は、日産ディーゼル製車両も在籍している。109系統を所管していた当時は、首都高速道路を運行するために、 客席シートベルトと ETC を装備する大型長尺車が配置されており特徴的であった。その中には、いすず自動車製車両のほか、旧、1 5 0系統用車両として、若葉台営業所申請配置の三菱、不創製車両もあった。現在はこのうち、いすず自動車製ノンステップ車2台が主に1系3製作所の下収装用として配置されている。また、 2013年には本目営業所からワンステップの大型長尺車が転属し、同年中に新型の大型長尺車が増備されている。一般路線車でも1995年頃までは港北営業所の車両より差しの長い標準尺車が導入されていたが、その後は短尺車の導入となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。